でも張りで見るとまだこっちっすよ。G54 から59まで6つの座標、それプラス拡張座標ということで48。はい、というわけで搬入が終わりました。ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。割とスッと。そうですね、だいたい1時間弱ぐらいで終わって、はい、あの据え付けの方もですね、まあ2時間ぐらいで、はい、終わります。まあ30番のマシニングなんでね、講習とかも受けたんですが、はい、まあ、せっかく担当の方いらっしゃるということで、はい、この鉄線の特徴なんかをご解説いただきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、まあ、今期のご説明ですね、まあ、浦和の S1000X1 ということで、まあ、主軸は30番の、マシニングセンターになるんですけども、まあ、非常に大きいストロークを持った機械という格好になっております。まあ、大体 X が300とか500とか700っていうのが一般的なサイズになるんですけども、こちらの機械はなんと1000ということで、はい、X が1メーターですね。これは夢が広がりますからね。このストロークサイズ、世界最大の30番機になってます。あ、そうなんですか。あ、そうですね。これが世界最大。これが世界最大。なるほど、なるほど。Y も500あるっていうところが、まあ、一つポイントになってまして、まあ、大体スタンダードな30番機ですと、Y400 っていうのが普通なんですけども、はい、まあ、この機械に関しては Y も100伸ばしてですね、500あります。この Y を伸ばしてくると、まあ、このマガジンがどんどん前に散り出してきますので、はい、こう、垂れてしまうんですよ、重みで。まあ、ただ、ベースですとか、コラムですとか、まあ、いろんな剛性を考慮しておりますので、まあ、そういったこともなくですね、はい、まあ、Y500 カットできております。なるほど、構造をこだわったことによって。そうですね、まあ、いい感じになってると。ちなみにこれ言っていいのか分かんないですけど、はい、元展示機。そうですね、はい、言っていいですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。元展示機なんですよ、はい、なんで、まあ、今回私が S1000 の元展示機を買うことになったわけなんですが、はい、元展示機を変えるということは新機種が出たと。そうですね、まあ、こちら新機種に変わっておりまして、今ダブル1000の XD1 という形で販売しております。 XD1、 はい、なるほど。で、まあ、今こちらにある機械は C00 制御という、まあ、制御の世代になってるんですけど、まあ、次新しい制御の世代ということで、まあ、タッチパネル方式になってですね。タッチパネル、はい、もうスマホだけじゃないですね。そうですね、世界にタッチパネルが入ってると、まあ、スマホのように使えるような、操作パネルに変わっておりまして、まあ、当然生産性っていうところでもスピードがさらに速くなったりですとか。速いんですよ。速いんですけど、はい、さらに速くなってる。速くなったりとか、あのブラザーさんの設計というかその企画というかは、はい、なんか飛んがってますよね。めちゃくちゃ飛ん、あの、ちなみにミシンとか、はい、プリンターとか。そうですね、がメジャーなところであって。そうですね、まあ、元々はミシンの修理業から始めた会社なんですけども、まあ、時代に合わせて事業をこう変革させていこうということで、まあ、ミシンから始まってですね、まあ、今工作機械とか、スポットクーラーとかですね、はい、あと面白いところだとジョイサウンドとか。ジョイサウンド、カラオケの、はいはい、まあ、ブラザーグループの中でやっております。そうなんですか。はい、そうです。あ、それはそこでもお世話になってます。そうなんですね。そうですね。結構広くやってるんですね。そうですね、かなり幅広く。なるほど。そのジョイサウンドは初めてでしたけど、はい、初めて聞いたんですけど、あの、スポットクーラーとかも変わってますよね、なんかコンセプト。まあ、そうですね、排熱レスということで、はい、まあ、省エネに、まあ、かなり特化したような設計になってます。はい、ちょっとね、構造が変わってるというか設計が変わってるというかなので、はい、まあ、気になる方はね、概要欄にも貼っておきますのでぜひ見てください。ぜひよろしくお願いいたします。展示機だったということで、まあフルオプションですよね、はい、ほとんど、はい、ほとんどフルオプションということで、はい、まあ、このオプションに夢があるということでですね、オプションの方もね、紹介していただきたいなと思います。はい、はい、お願いします。はい、ではお願いします。はい、じゃあ、まずクーラント関係ですね、まあ、今回内部給油というクーラントスルーですね、まあ、こちらもついております。ちょっと出します。いや、私の憧れのオプションです。初めて使います。いや、嬉しい。はい、あー、素晴らしい。先からクーラントを出して、まあ、深穴加工の時なんかに、まあ、切り子はけが良くなったりですとか、まあ、工具の重量なんかに当然影響してきますけど、
このオプションがあるのとないのとではもう運転の加工能率になると、あとですね、あの高トルク、ハイトルクと書いてありますけれども、まあ、高トルク仕様ということで、まあ、標準トルクと高トルクとありますけれども、まあ、S4 号車で、まあ、大体30倍とかですね、まあ、タップでいくと S4 号車で M27 とか、まあ、そういったあの加工能力を持った機械だと、まあ、今さらっとおっしゃいましたけど、はい、M27 は相当ためらうタップサイズだというところだけは私言っておきたいなと思います。BT40 だろうが50だろうが、そうですね。ちょっとヒヤヒヤする。これ BT30 ですけど、全然大丈夫。いけると。はい、あとは、ツール洗浄。ツール洗浄。はい。まあ、ATC したときに、高交換のタイミングで、まあ、上からクーラントをですね、まあ、エアで加圧しながら出して、ホルダーのテーパーの部分についた切り子を洗い落としながら、ホルダーを掴みに行くというようなオプションになってます。なるほど。まあ、量産向け、まあ、切り子紙の問題なんかにですね、対処できるようなオプションがあります。ちょっと忘れておりましたが、洗浄板ですね。まあ、クーラント板。まあ、切り子の掃除のときですね。あ、まあ、こんな感じで。クーラントが。さすが展示機。私があの位置から選んでたらちょっと外すかもしれないけど、なん忘れがちな。忘れがちなオプションですけど、はい。これもついてる。はい、あと、まあ、機内灯ですね。右側と左側と、上から、はい、LED の機内灯になっておりますので。これは個人的に非常に嬉しい。ありがたいです。あの撮影しやすい。あ、そうですね。機内が明るくなってる。はい。あとあるんですよね。あの明るいという点で窓。そうですね。最高式の窓ですね。はい、まあ、右側と左側、まあ、透明な窓になってます。光を取り込むことができる。こういうようなオプションもついています。なるほど。ありがとうございます。はい、というわけでご紹介いただきました。ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございました。まさにモリモリの、そうですね。フルオプションがついておりますので、はい、これからあの私の動画でガリガリ使っていくと、はい、バリバリ、ガリガリ。と思いますので、はい、あの気になる方はね、ぜひ見てみてください、はい、この後の動画もね、あの忖度なくいこうかなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、すいません、本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、というわけで今回私ブラザーのスピーディオ S10X1 ハイトルク仕様を購入いたしました。でまあね、今後、まあ、ブラザーのこのスピーディを使ってですね、加工動画等々を上げていくと思うんですが、まあ、今回は加工動画は上げません。なぜならそんなに余裕がないと、時間の余裕がないということで上げません。今回ね、私マシニングを買ったんですが、なんとか重工随分景気がいいなというふうに感じる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい。景気は良くないんですけれども、私がですね、マシニング買いたいなと言ったらですね、うちの嫁がですね、あ、じゃあ買ったらいいじゃんということでですね、嫁に金を借りました。はい。嫁に金を借りました。そう。私もね、まあ、YouTube で一山当てて、なかなかいい感じに稼いだからマシニング買ったみたいなね、かっこいいエピソード披露したいところなんですが、古来よりね、伝わるダメンズ資金調達法、嫁に借りるという方法を持ってですね、このマシニング買っております。はい。大体ね、ダメンズというのはですね、嫁に借りるか、おかんに借りるか、はい。あ、おとんに借りるっていうのもあるかもしれないですね。そのね、ダメンズ資金調達法を持ってですね、私これ買いました。はい。まあ、これ買いましただけではね、ただの道楽親父になってしまいますので、まあ、今後ね、頑張って、こいつでね、いい感じのコンテンツ作って稼いでいきたいなと思っております。はい。そして、マシニングを購入するにあたってですね、まあ、嫁の力も非常に、嫁なんて言い方したらまた怒られるか。私のね、奥さんに借りたお金のこともね、まあもちろん非常にありがたい、ありがたいし、それがなかったら買えなかったと言っても過言ではもちろんないんですが、それ以前にもですね、私いろんな人、いろんなメーカーさんに救われながら、ここまでやってきたということで、マシニングを買うに至る決断をできたということでですね、まあそこら辺の感謝も踏まえて、ちょっとね、この空きスペースありますよね。この空きスペースに、これまでに切削加工関係で案件いただきましたですね、企業さんのね、ステッカーなどをね貼ってちょっとね感謝の表れとしたいと思います。はい、というわけでここにね貼っていきたいなと思います。お金が借りれないと買えなかったですけれども、お金を借りれただけで買う気になれたかというとそうではないと、切削加工関係の案件をねいただけているからこそ、まあそういう決断ができたということでね、まあそれ関連のね企業さん、メーカーさん、はい、貼っていきたいなと思います。
というわけでですね、1社目はいこちら OSG さん、まだそれこそ我々のチャンネルが数万人、当然10万人なんか到底届いていない、どれぐらいだろう、5万人以下とかですかね、の時にお声掛けいただきまして動画を制作しました。1本目は、ピザカッターの動画でございました。ピザカッターの動画も出しましたし、ここたてで有名になりました大沢二郎さんとの対談もね、セッティングいただきましたりと、結構初期の段階から今に至るまでお世話になっております OSG 様でございます。はい、まあ、担当の、まあ、名前は言えないと思いますので N さん、N さんの熱意があって声をおかけいただきまして、そして N さんの企画をご了承いただきました、まあ、器の大きい企業さんという感じですね。私の印象はあんまり細かい内部事情は知りませんが、はい、というわけで1社目 OSG さんです。ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いいたします。はい、一番上の真ん中かな、まあ、なんせ一番最初にお声掛けいただきましたからね、我々の影響力がちんまい頃から、はい、じゃあ貼っていきたいと思います。傾いたりしたらあれやな。はい、というわけで一番上真ん中行かせていただきたいと思います。カラーイメージが近いんでね、フィットしてますね。そしてですね、まあ、次なんですがこちら青山製作所さんと、ジェンガ覚えておりますでしょうか、ジェンガ動画の案件いただいております。はい、OSG さんのグループ会社になると思います。事業内容としてはドリルの研磨とかエンドミルの再研磨とか、そういうのをやっておられるのと、あと動画内でご提供いただきました、こちらのロータリーバンドソーの刃の輸入販売もしているということになっております。コーヒーのね、視聴者プレゼントをいただいた青山製作所さんになっております。マグネット式だったので非常にありがたい調整がやりやすい、静電式なんでこれも剥がしていける、はい、ありがたい、うん、粘着式よりマグネット式とかそういうのがいいかもしれないですね。はい、まあ、ここら辺順番に意味を求めるとややこしくなるとは思うんですが、一応まあグループ会社さんということでですね、まあ、こうひとまとまりにさせていただきました。青山製作所さんもですね、かなり初期の頃にねご提供いただきましてですね、非常に勇気づけられた企業様となっております。ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いいたします。そしてこちら岩田ツールさんとなっております。話聞かせてくれみたいなメールが来て、どこの企業さんなんかなと思って調べてみたら、うちからそれこそ車で15分20分ぐらいの距離にあったという、まあ非常に近所の、メーカーさんなんですが、岩田ツールさんにはですね、まあ、工場見学の案件いただいたりとか、ここ最近ではヘリカルエンドミルの案件いただいたりとかしました。そしてですね、まあ動画で見える案件以外にもですね、あんたお金ないやろということでですね、動画編集のお仕事をいただいたりとか、まあ、実は地味に支えていただいておる岩田ツールの岩田社長、はい、いつもありがとうございます。はい、というわけでですね、貼らせていただきたいと思います。ここかな。中心軸を合わせておこうか。はい。ありがとうございます。そしてこれからもどうぞよろしくお願いいたします。こちら、オートデスクのFusion 360になります。はい。まあ、オートデスク、会社はね、オートデスクさんなんですが、まあ、商品名になるっちゃなるけど、まあいいか。Fusion 360 と、はい、私360ってよく呼んでたんですが、まあ、360だよということになっております。はい。ですね、ロゴが新しく変わっております。はい。前のロゴはね、こちらだったんですよね。はい。このステッカーは私がね、勝手に作りました。勝手に作りましたって言っても許可はいただいてるんですが、まだねステッカーを作ってないということで、私がとりあえず作らせていただきました。はい、でまあちょっとよくよく見たらこうバランス的にね小さすぎたけど、正規のステッカーをね後ほど送っていただけるということで、仮でね貼らさせていただきたいなと思います。まあ私が退職しましたところから企画する設計とかっていうのは全部使ってると、そして CNC を動かしていた CAM ソフトも Fusion 360だったということで、 CAM とか CAD CAM をいわゆるスタートアップライセンスというやつですね、でご支援いただいておりました。 Fusion 360 の CAM の使い方の解説動画に対してご支援いただいております。削り出し動画の方なんですが、新しく更新いたしましたので、ね、概要欄にあります、なんとか技研の方でね公開しておりますので、ね、ぜひ CAM に興味ある方はね見てください。というわけで貼りたいと思います。はい、というわけでこんな感じで Fusion 360貼りました。
ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。で、まあ、先ほどねスタートアップライセンス使わせていただいておりましたと言いましたが、まあ、今回ねマシニングを買ったこともあってですね、まあさすがにいつまでも甘えてはいられないということでですね、私今回からね有料版の方を購入いたしまして、更新しました。はい、コストもね上がっておりますが、まあそれ以上にね稼いでいくというふうにね決意を固めていきたいと思います。はい、というわけで次の企業さんなんですが、こちら台湾のスピードタイガーさんとなっております。はい、スピードタイガーさんの動画見ていただけましたでしょうか。結構ね何本か出しております。エンドミルメーカーさんです、台湾のね。なんとか重工で出した動画の中で今現在一番回っている動画、削り出しナイフのスポンサーさんでもあります。はい、その他にもね動画たくさん出しておりますのでね、まあもしよければ見ていただければと思います。スピードタイガーさん、台湾のエンドミルメーカーさんでメールいただきまして、Amazon でエンドミルを販売したいからPR のね協力していただけませんかみたいな感じのメール来ましたのが最初の縁でございます。はい、それがまさか180万ぐらい回る動画が1本生まれるとは思いませんでしたが、しかもねあの CNC しか持ってなくてマシニングでのレビューができないっていうのにもかかわらずですね PR を託してくれたということでですね、非常にねありがたく思っております。はい、というわけでね貼りたいと思います。あ、ちなみにこれ私が勝手に作ったステッカーとなっております。なんかね連絡がねつかなくなっちゃはい、というわけでステッカー貼り終えました。はい、まあ案件をいただいたっていうだけなら他にもたくさんあるっちゃあるんですが、まあ私がマシニングを買ってもやっていけるであろうという自信をつけさせてくれたということで、まあ切削加工関連のメーカー様に絞らせていただきましたが、こんな感じとなっております。はい、はい、というわけでご覧いただきたいのがまだまだスペースがありますよということですね。はい、メーカーの、ね、広報担当者の皆様、ぜひね、なんとか重工にこちらスペース空いております。レビュー案件等々案件を出す検討をしていただいてはいかがでしょうか。お待ちしております。というわけでよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回の動画は以上になります。マシニングを購入いたしまして、新生なんとか重工、まあ昔ね、マシニング使ってましたけどね、動画でもね。はい、ただね、借り物のマシニングと買ったマシニングではね、自由度が違うということですね。いろいろやっていきたいなと思っております。はい、というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。あ、青山さんが、青山さん傾いとるな、これはいかんな。マグネット助かる。うん、オッケー。